番甘えん坊なのは、せーの、これ誰が誰を指してるのか、小籔さんどうなってるんでしょう、はいはい、どなたを指されてますか。カズマじゃない、一番多いの。カズマだね。カズマさんということになりましたが、はいはい、僕ですか。はい。朝会うじゃないですか。そうするといつも抱きついてくるんですよ、兄貴。すんごい可愛い一面あるんですよ。確かに甘えん坊ですね。それはどうして抱きつくんですか。ちょっと甘えたくなっちゃう。甘えん坊やないか。こちらも指差し形式でいきましょうか。いきましょう。一番女子力が高いのは、せーの、俺カズマ、うん、俺片寄せくんですね。カズマ、僕アキくんです。僕も塩野くんですね。塩野くんです、うん、カズマです、うん、僕も塩野くんですね。片寄せくんです、ね、ありがとうございます。どうでしょうかね。アキさん、うちですか。あら、もう女子力が高い。うちですか。ほうほうほう。あら、夜10時になったらちゃんと寝るとか。ああ、でも最近はそうですね、料理をハマってまして、ああちょっと料理作ってたりとか、あの休日は犬の散歩してたりとか。ああ、まあなんかちょっと女子っぽいですね。いやいや、まあ犬の散歩と料理は全然男子ですけどね、はい、やっぱりお肌のねゴールデンタイムには必ず寝るのか。結構雑です。はい、もうパパッと終わるんで。はい、まあ、だから中身は男っぽいですけど、周りから見たら女子力高めに思われてるのかもわかんないですね。ね、美しいですからね。はい、いや、ありがたいです。今日一番自分がかっこいいと思っているのは誰？これどんな質問なんでしょう。せーの。いやいや、もうみんなあっち指してますけど。あれれれれ？これメンディーの人。メンディーさんやと思ってるんです。もうこれメンディーさん。ほぼほぼメンディーさんですね。ああ、俺 TGC 行くのめっちゃ楽しみなんだよねってずっと、うん、この言ってた。この風貌で言ってて。この風貌でやめろ。で、最終的に、はい、もうあの、やっぱどうしよう、ランウェイどうしようって言って、はい、緊張してんだよねって言ってて、うん、はい、もう先端でバッチリ投げキスするっていう。あ、緊張してないじゃんっていう。 TGC を楽しみにすることは別に悪いことじゃない。まあまあ、そうですね、楽しみなんですけど、ちょっと不純な多分気持ちも入ってる。不純な、はい、やっぱ女子からの声援が欲しい。欲しい。欲しい。皆さん楽しめんでー。ありがとうございます。すいません、言いたくなっちゃってごめんなさい。もはやギャグですから、別にその何ですかね。いやでも僕それこそカズマさっきずっと鏡見てて。あ、この方。そう、いや、めちゃくちゃギリギリまで限界で鏡見てたでしょ。鏡見てた。これはナルシストですね。そうそうそう。だからすげえなと思って。どうですの、今日の自分はかっこいいなと思ってますか。気持ちは思っておきます。ありがとうございます。それはもういいですよ。あの、賢い大学出てんのに賢いですねって、いえいえそんなとかって言う東大生とか見たら腹立ちません。いや、小籔さん何があったんですか。今日本当にありがとうございました。プリンスオブレジェンドの皆さんでした。大きな拍手をお送りください。